よし、行こう。ジョーカー。ごめんな。おっしゃ、うん、俺の敵じゃねえぜ。あんた何なの？敵は3体やるぞ。よし、勝利だな。その技でまた頼むぜ。よし、俺の敵じゃねえぜ。出番が遅すぎるのよ。お前が立ち向かわないで誰が恨みを晴らしてくれるの？許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んだ。我の何時、何時は我。やっと契約結べるね。超えるよ、カルメン。わかった、もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。私、あんたなんかが好きにできるほどお安い女じゃないから。こいつ、シオから全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよ、カルメン。鴨志田様の愛情を理解できる小娘が死んで詫びろ。女を欲望のはけ口ってしか見てないクズが愛だなんて笑わせんな。行くよ、カルメン、思いっきりやっちゃおう。思い通りにならぬ女が、いや、とは。あんなの学校の外じゃさ、普通に痛いおっさんだから。
どっちがいい？汝は我、汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、恋愛のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。中だ、上に行ってろ。何か？お客。帰る。我は汝、汝は我、汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、魔術師のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。
あのさ、ご主人が話してた診療所はここだな。普通の人間にパレスの話が通じるか。ご主人、まあそれしかないよな。当たって砕けるだ。入ってみるか。どうも。診察室にどうぞ。お前、ミリタリー系とか詳しいか？まあ、店員におすすめとか聞きゃいいな。とりあえず入ろうぜ。そうか、よし、壊すんじゃねえぞ。いたずらに使うんじゃねえぞ。そっちに行ったか。どうだ、そっちに行ったか。どうだ、そっちに行ったか。おう、よし、どれにすんだ。そうか、おう、どうだ、好きに行ったか。どうだ、壊すんじゃねえぞ。いたずらに使うんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。そうか、いいだろう。
だろ。ありがたく思え。マスター。これでひとまずパレスに行く準備は整ったな。次は潜入道具だ。奥に机あるだろ。おい、その机だ。早く片付けてくれ。これで好きな時にいつでも作れるぞ。今回は我が輩が材料を提供してやる。難しく考えるな。習うより慣れろだ。これなら使えそうだな。これで準備は整ったな。明日からいよいよパレスだ。よし、どうも。は？どういうつもり？
お大事に。やめるの？こんばんは。あの後のことは覚えてる？その様子じゃ覚えてないね。一度はね、昏睡から回復したの。でも検査してる間ずっとぼんやりしてて、そのうちまた意識が飛んで寝ちゃった。普通あんなの飲む？バカとしか思えないけど。はいはい。ちなみに倒れた原因は味だよ。胃液と混ざると異臭が発生するの。シュールストレミングみたいな。まあどうでもいいか。おかげでいいデータが取れたってこと。今度は私の番でしょ、取引。それでわざわざ起きるの待ってたの。私のオリジナルの薬ね。あんまり外には知られたくないの。他言は厳禁ってことでいいよね。じゃ取引成立。ここに来てくれればいつでもお値打ち価格で分けてあげる。種類もそのうち増えるかもね。今後ともごひいきに。汝は我、汝ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我死神のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし。そうだねえ、次の治験いつ来れる？あ、これも覚えてない？検査中にも言ったけど、10代のモルモットは貴重でね。私はあなたの受験のためにお薬を提供。代わりにあなたはモルモットになる取引。新薬絶対に完成させたいの。もう動けるでしょ。今日は帰っていいよ。じゃお大事にどうぞ。
じゃ、お大事にどうぞ。始めよう。これだ。何か用ですか？どうぞ。どれにします？よ
ようこそお越しくださいました。いらっしゃいませ。どうぞ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。どれにしますか？いらっしゃい。
じゃあ行くか。よっしゃ。じゃあな。我が輩にいい考えがある。そうや。頼んだぞ。
何か。どうぞ。よし。みんな。よし、行こっか。古き人格のいくつかを捨て、新たな人格に生まれ変わらせる。いわばペルソナ同士の合体。では実際に試してみるとしよう。まずは一体目のペルソナを選ぶのだ。ではもう一体のペルソナを選んでもらうが、その前に重要なことを教えておこう。以前協力者との絆について話したことを覚えているかね。ペルソナは心の力。お前が育んだ絆が強ければお前のペルソナもそれだけ力を得る。ことにペルソナの処刑、すなわち合体においては影響は絶大だ。絆を結んだ者らとアルカナを同じくするペルソナを生み出す際、大きな力を得る。ペルソナを合体させる上での指針ともなるだろう。加えてもう一つ忠告しておこう。合体で今のお前のレベルを超えたペルソナを生み出すことはできない。そのペルソナはお前にはまだ扱いかねるということだ。合体の結果予測とも照らし合わせ、己の丈に見合ったペルソナを選ぶがいい。これが合体後に生まれるであろう姿だ。スキルを継承させることで、もともとは持たないスキルも継承させることが可能だ。もっとも初めから難しく考え込む必要はない。まずは欲しいと思うスキルを選んでみることだ。すぐ技能を選びなさい。いくらかは力を授かって生まれるだろうな。二人とも始めるのだ。
私に何か用でも。見るのですか？登録ですか？あなたの奇跡です。これですか？相応の代価は必要です。あなたの力です。これですか？このペルソナを引き出すのですね。ではお持ちなさい。これでこのペルソナを引き出すのですね。あなたの力です。終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。何かご用ですか？私ジュスティーナ、閲覧なさい。これで相応の代価は引いてはお持ちなさい。終わりですか？なんだ、はい、私です。私です。終わりですか？なんだ、終わりですか？なんだ、はい、私です。終わりですか？なんだ、せいぜいあがけよ。書くか。